いやっちゃうよ、ライドネスの影響もやっていくんですけど、今日はね、ドンと、はい、今ね、23位にいるんですけど、はい、ということでね、使ったのはこのデッキですね。はい、なんですけど、このデッキですね。で、今の環境、ウォールブレイカーもそこそこマルチ上位にはいて、俺がね、やっと、てか、環境がやっとね、やっぱウォールブレイカー強いわ、つってね、ウォールブレイカー使う人が増えてきたんですけど、はい、てな感じで、ウォールブレイカーに強いね、タルトザップを、まあ、ニコス呪文ですね。結構、ウォールブレイカー使い側の、なんだろう、基本の動きとしてはね、まあ、コウモリとかにザップを探してて、ザップがないところで、ね、ウォールブレイカーを出して、でウォールブレイカーに対して呪文、ユニット1体ね、使わせて、まあ、ネクロとかで縛いてディガで繋いで、みたいなね、そういうサイクルを作っていくんですけど、多分ね、このデッキね、一回並び替えます。使うのがね、多分難しいと思うんですよね。こっちかな。うん。で、基本的には、結構ね、俺はこのラットがね、先にこのデッキでグロサインに行ってたんで、ラットにね、ちょっと立ち回り教えてもらったんですけど、基本的に単体ウォールブレイカーはあんまりしない。もう本当にね、手札が詰まったらするんですけど、このデッキ、ネクロとメガナイト以外は、手札に、この5枚でね、手札回せるんで、手札が詰まるってことがないんですね。そう。なんで、ウォールブレイカーはもう温存して、立ち回れるっていう感じでね。なんでね、とりあえず、このデッキ多分ね、見た感じ使うのが難しいと思うんでね、一回リプレイで、ベンザーに勝ってるのがあるんでね。まあ、ベンザーに勝ってるのがあるんでね、そこら辺をね、ちょ見て、軽くね、その使い方とかを、覚えてから、まあ、俺のね、見てもらえるとね、生マルチを見てもらえると、まあね、二度おいしいみたいなとこあるんでね。はい、とりあえず、ケツから言うのとかを切っていき、まあ、ディガが来たらザップ打つみたいなね、そんな感じですね。でもこれはね、ちょっと、迷って、まあ、メガナイト出したんですけど、まあ、コウモリと、ウォールブレイカーがいたんで、そうやってユニットが固まっちゃってる時は全然ね、ウォールブレイカーでメガナイトを出すっていうのもありますね。はい。で、こういうバルキリーとか、こういうね、はい、ここポイントですね。バルキリーとかが、ネクロに強いじゃないですか。で、ネクロに対して強いカードをこうやってネクロで自陣で縛くんですよ。そうすると次のネクロの防衛で、ネクロを守れるカードがないですね。で、こういう時はガッツリいっちゃいます、もうこうやって。で、こうやってやって、もうコウモリにザップ打って、バーンと、はい、大ダメージ。もうね、そういう感じでね、ネクロに対して強いカードを把握して、立ち回るのと、そのウォールブレイカーとかにね、ここ一発入っちゃうんですけどね、ウォールブレイカーとかに強いカードも、把握して、でこっちは相手がないだろうって感じでね、突っ込んでいき、で、これコウモリね、ここ1000ぐらい持ってくれちゃうんですね。いて、やりすぎやりすぎ。で、これで、この時点で俺は、そこザップまでね、打っちゃう、今ザップちょっといらなかったかなって感じなんですけど、とりあえず、まあ、絶対に左側はおられるだろうなって思うんで、ある程度ね、右側を攻めながら左を防衛するっていう感じですね。まあ、穴掘り3回ぐらいでおられるなっていう感じはあったので、はいはいはい。なんで、とりあえずこっち、もう一回ディガを飛ばしてほしいと思ったんですけど、マジでぶち抜かれちゃったんでね。っていう感じで、こういう感じでね、ガンガン進めていき、これ守られるんですよね。そう。で、こういう、こういうのに、出して、目がないと。はい。で、ディガーからのね、真ん中ウォールブレイカーが意外と強いので、まあ、ここから1倍でいくか。よいしょ。って感じで、コウモリとかに対してザッパー打つんですけど、ザップがないデッキに対してはコウモリのね、刺さりが今みたいにめちゃくちゃいいんですよ。で、こうやって、順番、ユニットを出す順番としては、U の先ですね。U の先に出して、こういうね、ボムタワーとかを出させてから、ニコスでウォールブレイカーを後ろから追加するっていう、順番が逆だと、やっぱそのボムタワーでね、ウォールブレイカー受けられて、メガナイトも受けられてからの追加したらバルキリーとか出てきちゃうんでね。そう。だから、ちゃんと言うので揺さぶって、余計なカード1枚ね、引き出させてからウォールブレイカーで刺すみたいな、そんな感じですね。で、これ絶対真ん中来ると思ったんで、言うのとかね、バシ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 やっていき、ザーンという感じでね。まあ、そんな感じで結構ね、よきよきにね、まあ、ベンジルに結構穴、そうですね。ディガーデッキで。まあ、ディガーデッキミラーで勝てたんでね。全然いいんじゃないかなと。このデッキもね、普通にメガナイト系に強いデッキとしてテンプレであるので、別に相性自体は悪いというわけじゃないんでね。うん。なんで、じゃあ、いいというわけじゃないんで、別にね、別に、普通に勝てて、嬉しいなっていう感じがありますね。ということで、今ね、23位ですね。マルチ行きたいと思います。基本的にはね、コウモリセパからの、ディガーと結構ね忘れてしまうのがネクロとかをコウモリで囲んで守った時にそのコウモリがやっぱ 2,3 体残るんですよ。でそのコウモリを放置しちゃうともったいですね。で守った後にコウモリがね数匹残って敵陣地行くとああ死んじゃったーってなるんでそういうのに
タルババをつなげたりとか、あのディガーを飛ばしてね、つなげたりすると、そこにザッポを引き出させたり、ベビドラを引き出させたりね、コウモリに強いカード引き出せるので、でザッポを引き出させたら逆線にウォールブレイカー投げて、また相手のね、4コスぐらいのね、ランバーとかを引き出せるとかね、そういう動きになってます。基本的にはディガーもあんまり、それはやべえ。ちょ、待って。これさ、ってことはマジで、コウモリなかったな。コウモリがね、マジ最強なんですけど、最悪だマジで。ハロトス。これは、ちょっと高めにするとね、これね、ネクロが逆サイに投げるので、いやーちょっと待ってー、ここまで頑張ったのに俺なんでこういうとこでミスすんの俺。ちょっと待って、うれオッケー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 。コウモリ、働け、頼む。まあ。で、こういうのに、ディガをつなげたい。で、相手はね、タルババがまだ回ってないと思うんだよな、俺は。はいはいはい。逆サイ釣ってあげちゃう、で、まだ、まあ、さすがにタルババ回ってないのかな、こういうとこに、ミニペン？お？とね。ミスってる！センキュー！で、こういうとこに、次にね、こっちにタルババ、コウモリとかやると、今、取り切った後なんでね、こっちにね、タルババ、コウモリをしてあげると、こっちだとね、捨てるんですよ。800ぐらいね、簡単に捨てれちゃうんですよ。でもこっちだとさすがに3000捨てれんだろうっつって、これベビドラとかをね、先に引き出せるんですよね。こういうのに、ネクマンを当ててあげると。ネクマンって感じで、でこうウォールブレイカー当てちゃいます。で、これでタルババで守ってきても、おいぴよという感じなんですけど、あんま守ってこない。走らない。やばい。これ。いや、守れるな、これは。でも、言ったら。よいしょ。これはまだ守れる範囲内だと思うので、マジかー切れそうなんだが。え？ってか、こっち削る。ミニペか、最初の。最悪だな、マジで。ミニペがやり散らかしてんな、ほんとに。いやー、マジでやべ。これはやばい。この流れはマジでまずい。え？そういう感じ？なるほどね。空でマウント取ってから真ん中ゴレとか来るわけね。終わった。いやマジか、最悪だわ本当に。もういやだるいで、いや最悪だ、これサンクラコースだわ。なんで負けんのこげーって感じでね。まあ、とりあえず、一戦目は仕方ない。ちょっとね、最初のミニペイ受けれなかった事件がね、でかすぎたんで、ちょっとね、シャシャっちゃった。こうやってやるとね、逆サイ受けれるんですけどとか言ったんですけどね、ちょっとシャシャってしまったな、正直。否めない。シャシャってしまったのは否めないんで、あんなギリギリに出さないでね、もっと、軽く、もっと早めに出せばよかったんだけど、マジ何してんだろう、本当に。もう1体ね、そのネクロって1体スケが逆サイに行くんで、ああいうね、逆サイのユーノだとか、ランバーだとか、ミニペとかね、そういう逆サイに陸ユニットが必要なやつも、真ん中にね、集めて、で、ネクロがね、殴ってくれるんでね。いや、全然マッチングしないし、もう、最悪だ、マジで。絶対勝てたわ、でもね、聞いて。ゴレは、クロスっす。泣きてー。泥試合始めます。クロスかよ、マジで。まあ、ウォールブレイカーとタルババがね、クロスに対して強いので、そう、クロス使いの人にね、何が嫌ですかって言ったら、タルババーってみんな口揃えて言うんだよね。タルババーって。はい。あと、ディガーとかね。あと、ベビドラーとかね。そういう感じでね。ベビドラの受けがね、アイゴレしかないから、結構ベビドラとかきついらしいんですけどね。いや、だるいて、マジで。目がないとないやんけ。どうするこれ。どうするのこれ。どうするどうするこれ。どうする。頼むからもう一発殴ってくれ。お願い。よしよし。危ねえ。死にかけたわ、射程事故で。マジで切れそうだった。危ねえ。で、こういうところでね、メガニートのエリさえ溜まってしまえばみたいなところはあるので、はい、あれよいしょ。でもこれはね、ウォールブレイカーでブレイカーできるんで、ね、
これ延命される？よし、来たー、来た、殴れ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 、飛んで飛んで飛んで殴れ、来たー、よし、一発一発一発、え、全然いかないでしょこのオーラ。出た出たよマジで。あーマジイスギーギーユーしてマジ本当に切れそうなんだけど、出たわー。でこれコウモリ追加しちゃえばよかったな正直。いやー最悪だなマジで。でこのさクロスさんとかアーチャー固めから来るのがマジでめんどくさいんですよね。これだってアーチャー固められるとね、あいつら火力高いんすよ。あーはいはいはい、ちょっと待って、よいしょ、よいしょ、危ねえ。あー全然ダメだわこれ。一回これアイゴレ切ったんで逆サイに振りたいっすね。よいしょ、アーチャー引き出せる、オッケーオッケーオッケー。アーチャーがなければで、このねアーチャーとかに対してネクマンを出すんですよね。ネクマンを出すとあの逆サイ、これ別に呪文打たれちゃったもんね、逆サイなんで別にどうだっていいんで。よいしょ、ではいはいはい、呪文が来る。でこういうところでウォールブレイカーブレイカーブレイカー、オッケーオッケーオッケー、ウッド切った後なのね。これウォールブレイカー結構刺さりがよきよきよしと。で、大きい呪文がないけど、こうやってね、呪文、あ、あぶねえ、ぶん回したわ、マジで。マジっすか、それ。マジっすか、学園。オッケーオッケーオッケー。あーでもこれ一発食らうんっけ、やばいやばいやばい。ファイブが来る、はい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 、知ってる知ってる、その動き同じことやってますねあなた。やばい、痛い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 、頼むから拾わないで。よしよしよし、やばい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 、マジで、しまった、待って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 、落ち着け落ち着け、さすがにこれもうね、や俺連敗したくないんですよ動画で、嫌なんだよね。オッケーオッケー、来た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 、ツナーチャーはねやり散らかしてます。とりあえずね、オッケーオッケー、バーンバーン、オッケー、ええそんなことある、ちょっと、もう呪文圏内入ってるのもしかして、え嫌なんだけど俺そういうの、やだ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 、ちょ待って、ちょ待って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 、来た来た、いけいけいけ、ああ、35、33、まあまあまあまだ優しい方でしょう今ね、なんだ68、まあまあまだ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 取り返せます、まだ取り返せる。35ぐらいなら別にみたいなのがあるんで言ったらね、あーくそ、全然別にじゃねえ、痛すぎる、痛い痛い痛い、もうクロスとやりたくねえんだけどな本当は。あー切れそう、しかもね、あのね、そこそこのクロスなら別にいいんですけど、マルチにいるクロスってね、まあ、当たり前なんですけどね、うまいんですよ。だからね、メガナイトがね、持っていてもね、出せないコストだとか、逆にコストあるけど、メガナイトないときとかに、さっきみたいにクロスジャキジャキ置いてくるんで、もう今の、やべ、めっちゃ鼻むずむずしてきた。あー、切れそう。なんかね、やべ、ちょっと待って。あー、やべ、テンプス。テンプス、これあれですね。ホグロケット。プリンホグロケット。ああ、めっちゃムズムズする。やばい、なんで？ああ。よいしょ。頼むから延命しないでほしい。めんどくせえ。ああ。これ、これね、スキーが一体いるからね、ホグも飛ばしにくいっていう。マジックですね。モンキーマジック。よいしょ、あーこれね、アイゴレしかないんで、で、これで、この辺で、あと1枚ぐらいかな。で、ミニペが回ったぐらいだと思うので、よいしょ、オッケー。で、呪文はね、確か、そう。あー、なるほど、それはうまい。こういうのにね、ちゃんと繋げてあげて、もう一体ユニットを引き出すと。
いいよ、笑い気なのでいいですよ。いやちょっとこれさマジでやべ、あーミニペがなー、マジ受けが超しんどい。どうしよう、ネクロがいない時のミニペ受けがマジしんどいですね。これワンチャン、あーオッケーオッケー、いやワンチャンこれホグ飛ばしてきそうだな。ちょっとやめてくれよ、本当に本当にやめてほしい。ホグだけは、ホグだけはオッケー。オッケーオッケーオッケー、これでコウモリが来たら鬼速ザップ、オッケーで、これメガナイトでいいですね。あー鼻めっちゃムズムズする。ワンチャンミニペオブとか来るかな。これ延命してきたら無事切れます。オッケー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 、そのくらいならね別に。ワンチャンアイゴレオフとか来るのかなこれ。オッケー、え、マジ、なるほどね。よいしょ、いやいい、全然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 いけ、これコウモリぐらいしかないはず。オッケー、こっちか、よいしょ、オッケーオッケー、どっちか入れ、どっちか入れ。なんかミニピーいるし、隠れてるし。これさコウモリってバレてプリンとか出されそうなんだよな普通に。出さない、これミニペないんでいきます。ホグ、懐かしい、懐かしい要素だ。オッケーオッケーオッケー、ここで、あ、やべ、ロケット、ロケットとウッドで2328、あ、まだ間に合う、まだ間に合う。ウッドロケ、ウッドだなこれ。やめろやめろやめろー、なんでだよもう、なんでですか。あー、ちょっと待って、俺最後に勝ちたいんでラスト言います。あはー、めっちゃギスギス言うじゃん、もう椅子もマジでめっちゃいい椅子なのにな、これめっちゃいい椅子なのに。あー、なんで負けんだよこんなに。いやめっちゃ鼻ズルズルするし、さっきめっちゃくしゃみしてた気するわ。やばいやばい、どうしよう、めっちゃ、よし、ちょ待って、最後に勝たしてほしい本当に。 BO バディリア、とりあえずですねこれね、負けても勝ってもラスト、もう男に二言はないんでね。はい、 OK、 オケメン、オケメン、オケメン、それはね結構いい。これネクマンでしばいて、オッケーオッケーオッケー、全然全然全然いい。これね結構ネクマンが、よいしょ、いいですよ。はい、全然全然全然いい。でこれウッドサイターなんでね、こういう時にウォールブレーカーをね単体でバーン投げる。でもって、はいはいはい、これ一発あります、よいしょ。で言うので歩かせて、歩きませんね。でもこれトルネもベビドラも切ったんで、これ結構コウモリがきついはずなんですよね。よいしょ、あーこれワンチャン許容してんのエリゴレだな、これ来るな、これ来るやつだ。でも俺には、コウモリを裂いて、トリトンがワンチャン来るか、これこれでトリトン持ってかれ防止をして、はい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 、フルブッパーだ。もうすぐね、これエリゴレね、すぐ溶かさないとね、まあ、事故るからね、大事故になるからね、本当に。オッケー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 、よし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 、いいぞいいぞ、削れ今のうちに、削れ。もうあのね、エリゴレとかいうカードね、使ってる人全員ね、もうそういうことなんです。はい。削りますよ。削ります。うれ！オッケーオッケーオッケー。で、ここまで削ったんでね。別にこのタワーは折られてもいいです。はい。で、呪文はポイウッドなので、ベビーが竹取った後に、そうですね。ここら辺で、よいしょ。コウモリで横から投げてあげます。
そうすることによっていい味が出る。味しか出てない。いいよ。ワンチャンポイズン打たれるんですけど、守れそうなオーラがないですね。強すぎ。カホ、おはよう。とりあえず言うの出して、おいしょ。キングにも圧はかけていきます。圧だけね、かけるだけ無料だから圧は。オッケー、よし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 、いいよ、いいですね。ここによし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 、オッケーオッケー。でここにザップ打てる。そっちが壊れるとなるとね。はい、で真ん中ぐらいしかない。もうね、ご褒美のご褒美タイム、ご褒美タイムなんだよこれ。あ、こけこけこけって感じね。まあ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 、ちょっとまあこんな感じ、このくらいで勘弁しといてやりましょうか。はいって感じですね。あー、全然勝てなかった。もっと勝ち越して、俺6球とか言ってね、グロ1行くぐらいのねメンタルだったんですけど。そうっすね、クロスはでも勝ちたい、ホグも勝ちたいですね。ミニペゴレがね若干今増えていて、そのねネクロ系に対してね、ゴレプラスのポイズンとゴレプラスのライトニングをされるとね、止まらないんですね。同じ理由でラバが、増えています。ちょっとだけ、ちょっとだけですけどね。ファルチェが今減っていて、ファルチェ入れるぐらいなら別に陸受けもできるネクロでよくねってみんなネクロを使い出してるんですね。なんでネクロに逆に強い、で、トリトンとかもね、今の俺がずっとトリトン使ってるけど今使ってないじゃないですか。まあそういう感じでトリトンもね、若干減っていて、なので、ゴレがね、ちょっと強いです、今。はい。でミニペとかもあのネックル飛ばしちゃえばミニペ受けがないんですよ、このデッキ。そういうデッキばっかなんで今ね、逆にウォールブレイカー対策で、タルとかちょっと呪文が増えがちで、ミニペがねちょっと強いんでね、まあそんな感じ で、ウォールブレとかには、ね、環境になってくるとミニペが強いよっていう。ゴレとかね結構今大型環境に逆にトリトンがねいすぎて大型じゃなかったんですけど、今回は逆に大型環境になってますね。でも正直ね、もうなんか今の環境もネクロとダクネに大型つけるだけみたいになってるから、なんかまだエリゴレ加工しないんかなって感じではありますけどね、正直。ってな感じで、今日はね、この辺で終わりたいと思います。またね、昨日ちょっとね、どこだっけ、OGN ですね。OGN にね、ちょっと負けてしまってね、まあ、あと3連勝、OG、あ、違う、キックスを倒して、次にサンドボックスを倒して OGN を倒して、でその後に OGN との勝ち抜き戦をもう一回やって、勝ち抜き戦にも勝てば世界大会いけるって感じ。まあ非常にね、まあ厳しい状況ではあるんですけど、全然ね、全然俺はいけると思ってる。てかみんなもいけると思ってるんで、ね、まあ、昨日は負けてしまってね、ちょっと結構ファンの人とかにはね、まあちょっとごめんなさいっていう感じなんですけど、また絶対上がりたいと思うんでね、もしよければ応援よろしくお願いします。ということで今日は終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。